こんにちは。こんにちは。モンストの時間です。今回はですね、今イベントクエストで来ているお熱いのがお好きというクエストに挑戦したいと思います。こちらでございますね。はい。はい。で今回は、ホストを相手かしくんがやってくれるということでお願いします。いっしゃっす。まあ、なぜかと言いますと、はい、なんか違うキャラ使ってみようかなと思いまして、うんうんうん、ハレックスはいた方がいいと思うので、うんうん、僕がホストになって2体連れてきます。でもう1体をティーガーさん、僕ティーガー結構好きで育ててるんですよ。ティーガーいいですよね。多分強いし可愛いし、一番最初に重心力を使った、あ違うか、それはハーレーか、うん、ハーレーの次に重心力使いました。重心力キャラ、そうです、欲しい、すごいじゃん。降臨のキャラです。はい、じゃあもう揃ったみたいなんでいきますね。え、それ結構すごくない？はい、おお、すげえな。かわいいんですよこの人。かわいいですね。いきまーす。はい、スタートで、はい。爆発ですよね。超爆発です。超爆発、超爆発、ええー、な、範囲広めです。このお熱いのがお好きはいかほどなの？どうなんでしょう、どうなんだろうね。なんかシールド出そうやなと思って勝手に連れてきたんですけど、いりましたか？なんか今んとこティーガーさんは割とこう着込んでる系の、なんかあのガチガチ、ね、船を着てますよね。ガチガチ、あ、船を着てるんだ、戦艦系なんだ、うん、ティーガーって多分戦車なんじゃないですか？あ、戦車か、なるほどなるほど、違いましたか？なんかどれ、なんかさあ、私の出番もなくバトルバーンを通過だ。こんな差行くぞー。じゃあティーガーさんにぶつけようかな。ケイ、おお、おお、おお、ジョーレ、あ、アーサーのバーティカルレーザーじゃないですか、情報修正されたねえ、うん、アーサーが強くなったと、強くなった、聞き及んでおりますよ、うん、なんかティーガーとかも超爆破ちょっと強くなったみたいです。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ、それ、ええ話やな、うん、結構いい話ですね。まあ、今、アーサー意味のないとこにいるけど、ね、倒せ、倒せ、倒せ、倒した、倒した、すげえ。さあこれ、あ、このベイビードール、こちらですね、あの、この間、あ、どうぞやっててください、喋ってきます。この間、あの、ファミ通アップ13、はい、ナンバー13で、私が作ったあのベイビードール F2 かな、緑色のあのキャラクターのあの色違いのキャラなんです。おー、で、このキャラを、このベイビードールをあの緑のコーンに混ぜるとラックが上がるんです。え、すごいじゃん。はい、だからラック上げ私したくてこの子欲しいんです。あの人結構強いもんね。強いですよね。なんで、なんかチャンスとか、うん、エタニティとかと同じ系なのこいつは。うん、どうなんでしょう、ちっちゃいですよね、確かジャンルは、うん、確かにちっちゃい。怖いね、なんかここまで危ういシーンなし。確かに。しかも高橋くんすごいな、そいつ極みなんでしょう。極みです、レベル高っ、うん、重心玉キャラ、重心玉キャラすごいな。私できれば下に固定砲だよ、固定砲になります。使ってくれ、そのザコモンスターを倒すために使ってくれ。何でしたっけ、私にぶつけてでしょ、CM にぶち込んでみたいな。あー、そう、CM 村井さんにぶち込みますよ。来い、ザコモンスターにしか当たらないから。よし、村井さんのおかげで倒しました、ありがとう。おお、でも大したことない、うん、私にぶち込んで。これ誰に当てても今あんま変わんないですよ、多分ダメだね。まあ、あんまハーレスが魅力化されてる。お、そうか、そこにいろ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 、よし、おなしゃす、ありがとう。そして弱点も私にぶち込んで、あら、椅子横にスライドする。で、高橋バーンって。あれ、なんで飛んでいくんだろうね、あの CM。
なんか壁とかも突き破ってたよね。あ、僕か。モンストの世界大変ですよ。ぶつかったら友情コンボで、ああ。ちょっと。気を抜くな。すいません。気を抜いてしまいました。なんだ。今何を言いかけたんだ。あの4コマとかでも、触れただけで友情コンボ発動とかしてて、大変だな。確かに。そうか。みんな苦労してるんだな。でストライク飛んでっちゃうし。僕ですね。高橋君でとどめさせるな。いっちゃえ。倒します。カンカンしろ。カン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 。はい、あ、めっちゃった。ああ。みんな上に溜まりがちで、モンストってのは常になんか上に溜まりがちだよね。行くぞ。これえ、ボスが出て、ボスの前のシーンわかって、ここに出てくるんですか。ああ。アーサーが固定砲になるぞ。おお。あのカエルを。カエルも、まあ、あんま使わないですけど。おーい。よし。よし。ただカエルを倒した後だったな。あ、本当ですか。意味のない。意味のない放題だった。これ次アーサー始めた方がいいとかはない。ないんじゃないか。見せず倒しちゃった。さあどんどん進んでおりますぞ。ボスかな。いいじゃん。あ、まだボスじゃない。まだボスではない。さあ行くぞ。多いですね。こんなもんかな。しゃあ砲台が虚しく天空に向かって。おお、超役に立ってんじゃん。私にぶつけて。ほら上に一体いるでしょ。よしよし。おお、倒した。え、ボスですね。ボス、おー、ボスだ。あ、シールドブレーカーで終わっちゃいました。出てくるな、シールド。出てこない。ない。ほう。で、高橋くんから。ほう。ええー、じゃん、ええー、や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 ん。で、高橋くん、いい場所にいる。私がここから高橋くん、あれワープした。あ、ワープした。くそー、この隙間に入れてやれ。いけ、入らない。多分よくわかんないけど、あっちの方からコインが、ハーレーのレーザーが。おお、みんなたまったな、ストライクショット。そうですね。これ相当早いターンで倒せるんじゃないか、これ。ラックボーナス、ワンチャン。ワンチャン、ワンチャン。じゃあなんとか12ターン以内で。欲しい、2体欲しい。すごいな、この人。2体、強欲紛れる。2体落ちるとテンション上がります。あれ嬉しいかな、うん、ただめったんないよな、うん、1人でやってると大体コインなんだよな、うん、何、私に当ててくれたのか。いや、当ててないです。もうちょっと下行くかなと思ったんですけど、行きませんでした。おー、でも大したことない。こんな感じで。あ、ちょっとイメージと違った。こっちに来ないで。こっちに来ないで。かわいい。うわ、ついた。ダメです、村井さん。絶対言うと思った、今。ちょっと困るよ。高橋くんから。お、高橋くん。かましたれや。かましたれや。弱点遠いですね、ちょっと。遠いとダメなのか。でも使っちゃっていいですか。お熱いのかましてやれ。そんなに好きなら入れてやるよ。お熱いの、お熱いのぶち込んでやれ。いけ。まあこの程度。ああ。シールド壊してからの。まあこの程度。そうか、弱点か。いっちゃえ、いっちゃえ。お願いします。朝にもかませ。朝当たれ、当たれ、当たれ。私の存在意義を。ああ、シールドを優先しちゃった。何のために来て。高橋くん、はい、当てろ。じゃあティーガーさんいきますね。いけ。ティーガーさんはナナミのちょっと弱い番です。私には当てないのか。当てません。ちょっと動かないですよ。あ、そういうこと。オッケー、とどめだ。くらえ、ストライクショット。おおお、あ、お、雑魚一掃。倒しきれなかったな。
ここで高橋くんが持ってたらよかったね。頑張れ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 。おお。チルかな。私が負けるなんてってセリフが違った。ですね。ね、うん。こっちに来ないでって言ってました。から私が負けるなんて、うん。なんかそういうキャラなんですね村井さん。こいつが。うん。そうやな。さあ結果を見ようか。おお来た。お。スピードクリア。やった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 。お、いらっしゃい。かわいい。ありがとうございます。やったー。ちょっと太い感じの声なんですよね、そのやったーの時のマミルト先生のあの言い方は。ん、何の時。やったー、やったー。私いつやったって言いました。え、結構頻度高くない。そうですか。まあ、声低い。ベイビードル、うん、爆発キャラだ。へぇ、キッスオブエナジー。なかなかすごいストライクショットの名前だ。キッスオブエナジー。エナジーのキッスです。こういうのハンターハンターでもいたよな、確か一人。あ、いました、いました。いたよね、うん、あの、言うこと聞かせるやつ。そう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 。あれ インスタントラバー。あ、インスタントラバー。180分のなんだっけ、あいつ恋奴隷でしたっけ、なんかそんな感じ。そう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 。はい、で、この子が、今販売中かな。はい、ファミツアップアンドロイドボリューム13についてくる、うん、あのキャラのラック上げに使えるモンスター。はい、私ちょっとラックここでも上げちゃっていいですか。どうぞ上げちゃってください。ちなみにあの雑誌を大量買いすればラック上げれるんじゃないかって私も最初は思ってたんですけど、あの雑誌は一人一つまでしかもらえないんで、あの雑誌をたくさん買ってもあのラック上げはできません。なるほど。だからこのベイビードールを取らないとラック上げれないということで、今画面がちょっとかな、こんな感じです。うん、本当だ、うん、星2になってる、うん、これでラックが上げれるので、ファミツアップナンバー13を買った方はこのベイビードールをゲットしてみてください。はい、はい、あ、ちなみにあれでお紹介しましょう、はい、そうですね。モンストの、このクエストの上、ミッションノートの横にあるこのハテナマーク、ここからですねモンスト攻略アップバンクのページに飛ぶことができます。はい、でこちらのページどん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 パワーアップしてまして、うん、なんと検索がつきました。お、これ嬉しい。早い。毎日進化しております。毎日ここから検索できる、うん、ベイビードール、えい、はい、出た。このナンバー151と152なんで、うんうんうん、進化後見よっか。はい、これが進化後のベイビードール。セクシー、うん、獣キラー。獣キラーだね。獣キラー。お、最大ラック75まで上がるんだ、ここ、うん、ってことは90まで、うん、90までいきますね、最後のボーナスで、うん、大大爆発。大大爆発の威力強い。確かに1万もある。ほんとだ。あ、ここで威力まで見れるんだ。すごいですね、このページすごいな。そうです、このページすごいな。加える油、かゆ姫。アーサーを調べ出した。これ私がよく使ってるアーサー、騎士王バーティカルレーザー EL 威力24,255。強いぞ。どんぐらい強いのこれって。え、ハーレー、ハーレー、ハーレーはね、そんなことないです。クロスレーザーで6000ぐらいじゃないですか、確か。ハレックス、うん、あ、それぐらいです、ね、6200、うん、あ、友情コンボだからか。そうです。じゃあ朝めっちゃ強いんや。ていうかさっきの大大爆発1番っていうのも相当強いんだ、うん、結構強いっすよ。へー。ちなみにこの私の緑の方はあの砲撃型じゃなかったんでパワー型なんで5357なんですよね。なんでピンクの進化後の方が大大爆発の威力は大きいです。ほー、うん、そうですね。レチリも7000ぐらいですもんね、うん、あ、そうなんだ。じゃああいつめっちゃ強いやん、うん、すげえ。皆さんそんなわけでこの我々が運営しているアップバンクモンスト攻略、はい、日々進化しております。ぜひとも参考にされてください。チェックしてください。すごい便利なページだと思います、うん、以上です。以上です。バイバイ。